UFO キャッチャーだ。200円あるから2回プレイできるね。奥のやつ取ってみよう。あ、キャディちゃんに似てる子がいるね。あー、ダメだ、取れないか。じゃあもう1回チャレンジしてみよう。さあどうかな。お、いけそう。いや、めちゃくちゃ惜しいね。あー、お金なくなっちゃったね。これ揺らせるかな。お、叩いたね。店員さんが様子見に来た。右どうなってるかな。エレベーターのボタンがあるね。あ、取れたよ。これ UFO キャッチャーで使えないかな。まず奥の子を掴んで、キャディちゃんに似てる子がいるんだよね。だから矢印を追加して、オッケー、このキャンディーちゃんをゲットしよう。さあどうかな？やったー、ゲットできたね。じゃあこれをクマさんにあげてみよう。めちゃくちゃ喜んでる。スキップしてすごい振動だね。あ、振動でぬいぐるみが落ちた。じゃあこれゲットしよう。あ、店員さん走ってきた。揺れで落ちてきたやつだからズルになっちゃうのか。店員さんをなんとかしないといけないね。右側行って、こっちを叩いてみよう。あ、店員さんが様子見に来たね。じゃあ今のうちにゲットしよう。やったー、キャンディーちゃんよかったね。オッケー、ベリーナイス。